本日は2018年12月29日。2018年もあとわずか。今年買ってよかった、生活が変わったもの、ベスト5を紹介します。第5位。第5位はこちら。じゃ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 ん。それがこちら。マペペヘアブラシクリーナーです。その名の通り、こんな風にブラシのお手入れをするものです。存在はだいぶ前から知っていて気になっていまして、Amazon の何かの買い物をした時に一緒に買いました。これを使う前は、ブラシについた髪は指と綿棒を駆使して取っていました。結構時間がかかるし、うまく取れなかったりして、私は根っこっけで髪が細いので取りにくいのです。これをこんな風にガッガッとやっていくとすぐ取れちゃいます。ブラシのお手入れがかなり時間短縮になりました。気軽に使えるので、使ったらすぐちゃっちゃとやれば、いつもブラシが綺麗に使えるのでとても重宝しています。お値段も500円くらいと安くて、かなりコスパがいいです。ただ取れるのは髪の毛で、ホコリは取れないので、別途ホコリ取りは必要です。私は定期的にお湯洗いしています。第4位。第4位はニトリ N シリーズの敷きパッドです。今画面に出ているのは N ウォームモイストです。 N ウォームは3種類あって、スタンダードの N ウォーム、シリーズの中でも一番あったかい N ウォームスーパー、そして保湿力もある N ウォームモイストがあります。電気式毛布を使うのでモイストにしたのですが、これがとっても良かった。すごく肌触りがいいのです。柔らかくてしっとりしているような、なんと言ったらいいのか、ベルベットに近いかな。とても寝心地がいいのです。この敷きパッドにしてからよく眠れるようになりました。短時間しか寝てない時でも今までより辛くない。布団って睡眠に影響するんだってこの身で実感しました。お布団大事ですね。ただ弱点としては眠れすぎて、起きたらお昼ってことが何度かあります。夏は N クールスーパーを使っていました。こちらもサラサラの触り心地で、熱がこもりにくくてとてもいいものでした。ただ部屋の温度が上がりすぎるとあまり効力がなくなってしまうのですが、もう一個グレードの高いダブルスーパーが気になっています。第3位。第3位はこちらです。じゃ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 ん。 Amazon の Fire HD 10インチのタブレットです。今までは8インチのビボタブノート8を使っていたのですが、これの弱点として音が悪くて、動画を見るのに外部スピーカーが必要なんですね。最初は iPad Pro を買うかとも思ったのですが、動画を見るだけのためになんで買うのかと冷静になりまして、ちょうどそんな時に Amazon のセールで1万ちょいで売られていて買ってみました。結果的に私にとっては iPad Pro でなくてもこの Fire HD で十分満足でした。考えてみると、ビゴタブノート8にもペンついてるけど、最初に試しに使っただけで、あとは全然使ってないですしね。10分の1くらいの出費で済んで、ほんとよかった。画質も音質も、動画を見る程度であれば全然いいですし、
Amazon の製品だけにプライムビデオも Kindle も難しいことなく扱えます。パソコンの横に置いて動画を見ながらパソコンで作業したり、あとはダイエットのために踏んでいるステッパーを踏んでいる時に動画を見るように使っています。ただ YouTube に関しては Google 純正のアプリがないのでムムムという感じです。私はそこは裏技的な方法で Google Play Store アプリを入れて対処しました。 Fire HD の OS である Fire OS って Android ベースの OS なので、Android のアプリも入れようと思えば入っちゃうんですよね。まあ推奨されるやり方ではないし、リスクもあるのでやり方の説明はやめておきます。第2位、2位はオキュラス GO です。PSVR とか以前から気になってたけど、ケーブルをいっぱいつけないといけなくて準備も大変そうなのでどうしようかと思っていたのですが、このオキュラス GO はケーブルいらず、充電と電波を取り組むときは必要だけど VR を楽しんでるときはいらないって意味です。画質はすごくいいというわけではないですが、許せる範囲内だし未来を感じさせる素敵なアイテムだと思います。特に私はシータという360度まるっと撮影できるカメラを持っているので、シータを撮ったデータを見る用としても重宝しました。一般の人はゲームをするように買うのかな。私はどちらかというと別世界に行く用として使っています。ちょっと表現おかしいけど、シータのデータも撮った場所へ行く、戻る、行く、そういう感覚に近いし、これを買った頃は仕事が忙しすぎてストレス発散のためにどこかに行くという気力も体力もなくて、そんな時にオキュラス GO のアプリで南の島みたいなところの花辺で昼寝できるアプリを見つけてよく使ってました。撮るだけで海に行けるんですからお手軽ですよね。あと以前に紹介したタイタンオブスペースが日本語対応されました。視聴者さんに教えてもらいました。これめっちゃ嬉しいです。説明文も日本語、設定も日本語になってて、こんなオプションあったんだとなりました。宇宙船の枠もつけたり消したりできます。そして第1位はGoPro Hero 7 Black です。今年はこれしかないでしょう。アクセサリーも何個か買いましたが、今のお気に入りはワンフロットの一脚に付属で付いてた三脚穴の付いてるアダプタです。これ自立するし便利なのです。ハイパースムーズ、手ブレ補正がすごくて適当に持って撮ってもなんとかなるし、タイムラプスの進化系でいいのかな、タイムワープも便利です。これを買ってから撮るのが楽しくって、晴れるとどこかに行きたくなります。私の旅行魂に火がつけられたという意味でも今年買って生活が変わったアイテムでした。わけで今年一番買ってよかったものは GoPro でした。あの手ブレ補正はほんとすごい。そうなってくると他のカメラメーカー
ーカーが対抗してどんな新しいカメラを持ってくるのかが今後気になるところです。2019年はかなり面白いことになるんじゃないかな。なるといいな。2019年が楽しみです。